そう、ベニ先輩誕生日だ。ハッピーバースデー、ベニ先輩。めでたい。ハッピーバースデー。本人いないけど、本人不在の生誕祭。私がよくいつもやってるやつ。本人不在の生誕祭。やってます、いつも。よくやってる。だから、ベニ先輩のもしよう。オタクあるあるだね。いやでも初めてだな、先輩の誕生日をこう迎えるのっていうのかな。まあ最近デビューしたばっかりなんですけど、よく見た光景。そう、しかも一人でやるからね、本人不在の生誕祭。昨年はケーキを、なんていうか、オーダーメイドじゃないけど、セミオーダーみたいなしたんよね。トビオくんの誕生日。引かれない？これ大丈夫？やばい。いや別にでもそんなガッチガチのじゃなくて、色とかを決めたぐらいなんですけど。この色で、こういうデザインで、ハッピーバースデートビオって書いてくださいってオーダーして、で、ユニフォームを並べて、漫画も並べて、アクスタ立てて、トビオくんおめでとうっていうね。ごめん、引かないで。ちゃんとあのカラスの高校時代のユニフォームとアドラーズのユニフォームを2つ並べておめでとうって言いました。マジで好きなんですよね。結婚したいもん。ごめん、引かないでほしい。まあ12月22日なんでね、今年も今年は何しようかなーって、今からケーキのデザイン考えてるわ。やばい、これ引いてるな。いいと思うよっていう人いるんだけど。板場とかはね、昔作ってたかな。配給の板場は作ったことないけど、うん、いいと思う。大丈夫だよ、引かねえって。な、やばい。まあね、これも含めて愛してください。ガチやばいやつみたいになんないかな、これ。愛してます、任せろ。ありがとう。そっか、板場っていう文化を知らない子もいるのか。え、板場ってわかる？みんな。板場。さすが、重い女 80%。やめて。わからん、わからん、わかる。痛そうなバッグですよね。間違いではない。板場。キッチンじゃないよ。まあ、でも、そういう文化がない界隈もあるからね。そう、なんか同じ缶バッジとかを何個も買ってバッグにね、ボワーって並べるんよ。がまあぬいぐるみ、いわゆるぬいって言うんですけど、ぬいを入れたりっていうね、そういうのを板場っていうのよ。板バッグ、ぬいっていうのよ。ぬいぐるみのこと、あのキャラクターのぬいぐるみのことをぬいっていうの。ぬいはいつも一緒で、どこに行くにも誰かを持っていくのよ。で、まあここに来ましたっていうのを撮るときにぬいを撮るのよ。自分じゃなくて、自分の自撮りとかじゃなくて、友達と言っても友達とツーショットとかじゃなくて、ぬいのツーショットを撮るのよ。
見たことあるでしょ。まあね、そういうね、文化もあるってことよ。みんなちょっとあれだね、オタクが丸出しになっちゃった。しまおちょっとしまいます。勉強になった。